それでは、今回は、早稲田大学本庄高等学院のですね、帰国生の選抜入試ですね、帰国生、自己推薦入学試験、その中の基礎学力試験、数学というところからの1台です。こちらの問題なんですけれども、図形の問題ということで、円が絡んだ図形の問題、注目すべきことはいくつかあるんですけれども、やはり半径に注目しようとか、 三角形、直角三角形や二等辺三角形に注目しよう。またはも、もしかしたら、内接四角形があるかもしれないといったような、いろいろな引き出しがあるかと思うんです。けれども、そういったところをです、ね、こ,うこの図形の中で見つけていく、というのが、まず第一歩だということになります。また、三十度といった特別角というのもありますので、まあ、これは三十六、九、九十度の直角三角形が使えるのではないかという。そういうことも視野に入れながら考えていきましょう。 でやはり、えー、と円があって線が何本か引いてあるということであればまず、えー、とりあえず半径でも引いてみようかなということでこういったところに半径を引くと。で半径を引くとですね大概二等辺三角形というのが上手に作れます。えー、どこにできたかというとこの AO と OC が同じ長さ、えー、同じ半径なので長さが一緒になります。で、えー、二等辺三角形ができたらどうなんだというとですね円の中にあるこの 点がですねこういうふうに2つ円の上にあった二等辺三角形ですね。こういったものはさらにこんなふうに垂直線を下ろすとですね、真っ二つ、きれいに真っ二つに半分になるという性質があります。二等辺三角形の、えー、頂点からですね、えーと、底辺に向けて線を引く。そうすると垂直線、垂直二等分線になるんだよっていうような、えー、そういった基礎知識が、えー、あります。 さあこれを踏まえて、えー、あとは30度60度90度ここに30度ありますので,、えーっとですね、ここに30度60度90度の直角三角形が、えー、できますで。あとは半径10半径10ということなのでここが10でここも10でということですよね。そうすると、えー、ここにできた青く、えー、作った、えー、直角三角形30度90度60度の直角三角形が、えー、ここが10ですよね。 であれば、えー、辺の比が、えー、1対、多辺が2、えー、もう1個の辺がルート3という、1対2対ルート3というのがあるので、あじゃあ、えー、ここが半分なので5だということが分かります。さあ、そしたらですね、さらにもう1個、30度、60度、90度の直角三角形、それはこちらに線を引いて、B と C を結ぶことで、あ円周角だと。 円周,角円周角というのは、えー、こうって円があったときに、よいしょと円上に、えー、ある2つの点によってできる個、えー、この個,個と言います。円個から、えー、もう1個円周上にある点に向かって作られた角度。ここの角度っていうのが、まあ、x だとすると、中心角、それの同じ個から作られる中心角のちょうど、まあ、半分になるんですよと。 という関係がありますなのでこれがもし直径の場合は円弧が直径によってできている場合は、えー、点をどこに置いても、えー、これはちょっと A がひどいですけども90度になるとここがというなぜならここが中心角が180度になっているからと90度になるという性質がありますこれをここに、えー、応用するとあ ACB は角度 ACB は90度ですと そうすると、えー、今度は、えー、でっかい直角三角形、えー、と、ACB という30度、60度、90度のまた、えー、直角三角形ができて、AB は円の直径なので20。で、これも1対2対ルート3を使います。1対2対ル、えート3ですよね。で、1の部分が20の半分なので10。 ということで、えー、AC は10ルート3だというふうにできます。よって、えー、ここがですね、10ルート3。はい。そしたら、あとは問題で書かれている AC イコール CD だという条件、ここもあ10ルート3かと同じなので。で、最後に、えー、AOD の面積を求めるということで、ここの AOD に注目してください。今、何が分かったかというと、AOD 直角あ普通の、えー、三角形ですね、AOD の面積というのは、底辺を AD と捉える。底辺を AD と捉えたときに、えー、こちらが20ルート3になるので、AO、そして OD とあるわけですけども、えー、一番最初に求めたここ。 これが、えー、長さが5なわけですけれども、ここが高さになっているということなので、AOD の面積は、えー、底辺×高さ ÷2、もしくは ×2 分の1とやれば、えー、約分をして50ルート3というふうに出せます。とやるのが、えーまあ、上手な方なんじゃないかなと。 思います他にも、えー、例えば ADB 三角形を求めてそれで半分にするとか、えー、いろんなやり方考えられるかと思いますが、まあ、上手にです、ね、円周角の知識として、えー、二等辺三角形とその、えー、高さが垂直二等分線になるという、えー、関係、えー、性質ですねと3060度90度という特別角でこういったものを全部うまく組み合わせることで、えー、スムーズに、えー、計算も 複雑な計算せずにですね求めることができると思います。はい、ぜひ、えー、図形の、えー、一つ一つの性質や定理、えー、こちらをですねえっ、ー、と整理して、えー、いろんな図形問題練習に取り組んでみてください。